写真は、今回2つの川というテーマで、渡良瀬川と水俣川の2つの川を1つの展示で見せたいなと思って展示しました。最初はその水俣川というよりむしろ水俣に興味を持ってそこに行ったんですね。水俣病が起きる以前のその20年代30年代に描かれた水俣の風景をその文章だったり記録を読んだ時に、自分が水俣病って知っていた違う風景が、それと違う風景が描かれていた。それもすごい具体的に描かれていたんですね。そこには漁師と魚の関係だったり、川と村のつながりが書いてあって、自分はそれを撮りたいなと思って訪れたのがきっかけでした。自分が風景を見てる時に、僕以外の人が見たらどうなるんだろうとか、現地の人、もしくは昔存在していた人々が見ていたらどうなるんだろうって、過去に対して考えることが多いんですけれども、同時に将来自分の写真がどう見られていくのか、未来とどうつながっていくんだろうというのにも同じぐらい興味があります。だから写真というのが、今の現実の世界ではなくて、将来もものとして残っていく、ある意味一つの物質である。そこにすごい自分は大切にしているというか、重要視している部分でもある。だから、壁にかけるよりも今回地面に置く、机の上に置くというのも、写真というものを、ここに今置いているけれども、将来どういうふうに移動していくんだろうという期待も込めて、今回は物質性というのをちょっと重視した展示にしました。じゃあ今後はどうですか？どんなテーマでやっていく？そうですね。今やっている2つの川というのの、もう少し水俣に対しても興味があるんですね。渡良瀬川に行きたいと思ったのも、水俣を学ぶための渡良瀬川では自分はあった。だからもう少しこう細かく、あんまり広く考えずに、一つの場所を徹底的に取っていきたいな。その中で水俣をもう少し水俣川だったり、水俣を舞台に描いている石牟礼道子さんという作家が「私の境町」という地図を描いていて、そこはもう存在していないお店だったり、今もまだ残ってるお店というのは彼女の記憶をたどって描かれた地図で、そこを撮りたいなというのがあります。もう一つはその、銀座にあるソニービルが、3月をもってビルの取り壊しが始まって、公園にするという活動を行っている。そういう、建ててすぐに取り壊すのではなくて、また新しい何かに生まれ変わるということをやってるなと感じて、その取り組みにすごい興味があります。そこをじゃあどんなふうに公園に変わっていって、周りがどう使っていくのか、そこをちょっと過程を取っていきたいな、そういうことも考えてます。楽しみにしてます。ありがとうございます。京都グラフィー自体もそうなんですけども、 KG プラスに関して言うと、もっともっとチャレンジをしてもらう場でありたいと思ってまして、そのなかなかその他の展示会場でできないようなチャレンジ、それは作品の内容でもいいんですけども、その展示の仕方も含めて、そのチャレンジができる場でありたいと。